11月23日、まもなく熊本県八代市で行われる八代妙見祭。国の重要無形民俗文化財に指定されているだけでなく、ユネスコ無形文化遺産の一部として登録されています。妙見宮一帯には当時の八代城である古麓城があり、14世紀以降八代の政治、経済、文化の中心でした。周辺には多くの寺院が立ち並び、商工業者が門前町、城下町を形成し大いに繁栄していたと考えられています。妙見祭がいつ始まったのかは定かではありませんが、古い記録によると今から500年前にはすでに神輿の進行や流鏑馬などの祭礼行事が行われていたようです。現在の進行行列の原型を作り上げたのは、1632年に八代城に入城した細川三斎、細川忠興公です。三斎は妙見宮参拝の折、神器に刻まれた文様が細川家の家紋と同じだったことに不思議な因縁を感じ、自ら天井画を描いた神輿や神馬、飾り馬などを奉納したそうです。今から約380年前のことで、これが現在も続いている多彩な出し物が登場する八代妙見祭の始まりと言われています。そんな八代妙見祭の進行行列の一つをご紹介します。獅子。妙見祭の獅子は中国風の衣装や楽器を用いるのが特徴で、元禄4年1691年頃、城下の豪商居酒屋や官七が長崎諏訪大社の長崎くんちの獅子を習い伝えたのが始まりで、創作を加えながら中島町の獅子として妙見祭に奉納されるようになりました。角が2本で銅が赤白のお獅子と、角が1本で銅が赤黄色の目獅子で一対となり、1匹の獅子に2人が入り、頭と前足、尻尾と後ろ足をそれぞれ受け持ちます。その息の合った動きはまさに神業です。玉振り役の子供とともにチャルメラやラッパ、ドラ、鐘、太鼓に合わせて表情豊かに演じます。獅子に子供の頭を噛んでもらうと元気に育つと言われ、縁起物の獅子の周りにはたくさんの人が集まります。九州三大祭りとも言われる八代妙見祭、ぜひお越しください。